私、元 NHK キャスター、栃木テレビ、福井テレビアナウンサーの金谷由紀子と申します。現在はフリーアナウンサーとして、神奈川未病スタイルアンバサダーで神奈川県の PR をさせていただいたり、あとは J アナーズアナウンサーによる社会貢献団体の、発起人としてさまざまな活動をさせていただいております。なぜこのアナウンサー就活本を書こうかなって思った理由なんですけれども、まず講師をしていてアナウンサーの就職活動を情報をまとめていきたかった。アナウンサーの就職活動ってそもそもすっごくクローズな情報なんですね。アナウンス就活本でここまで書いているっていうのは今までにないと思います。過去20数年分の資料をまとめて、作ったっていうような形です。どこのところから項目から読んだらいいかっていうのは学年によってもちょっと違うかなというふうに思っています。そして経験値をアップさせるっていうのはどういうのがあるかっていうとですね、どういうふうに経験値をアップさせたらいいですか、やっぱミスコンですかって皆さん言うんですけれども、本当いろんなことをやって自分に合うことをアピールした方がいいと思うんですね。で、3つのステップ、10の実践、こちらがですね実際にアナウンサー就活に直に役に立つところだと思いますね。実践1から10まで、エントリーシートの書き方、それから奇跡の写真の撮り方、貼り方、アナウンサーのメイクや衣装、それから原稿の読み方の練習、カメラテスト対策、筆記試験対策、フリートーク対策、ディスカッション対策、作文対策、そして地方局の研究など、もう本当網羅した形なので、これを読めばアナウンサー試験をどのように戦っていけばいいのかっていうのはだいぶ分かっていただける、完璧に分かっていただけるかなと思います。アナウンサーになりたいという学生さんにはですね、ぜひね、地方にいても東京にいてもですね、どこの場所にいても自由にアナウンサーを志せるような、そういった環境づくりっていうのをこの本のきっかけに作っていけたらなというふうに思っております。で、この本と同時にですね、J アナーズというアナウンサーによる社会貢献団体というような団体ではですね、オンラインで就職活動の支援をボランティアでさせてもらったりもしています。頑張った子がちゃんと受かるような風にやっていけたらなっていうようなところで、今回こういう風にまとめさせてもらいました。アナウンサー就活本、ぜひ手に取って見ていただけたらと思います。本当カナリアコミュニケーションの皆さん、ありがとうございました。